はこの3つだけで簡単に道案内ってできるんですね。皆さんこんにちは、ケンペネルしずこです。今日のテーマはですね、たった3ポイントだけ英語で道案内ということでですね、これ練習問題もついてます。今は外国人の観光客の方々はちょっと減ってますけれど、だからこそチャンスだと思うんですね。今のうちに英語での道案内をマスターすれば、これからまた増えてくる外国人の方々と気軽にコミュニケーションできるようになりますよ。動画の最後には練習問題とその回答例も用意していますので、自分が教えてあげている姿をこう思い浮かべながら、想像しながらですね、ぜひ最後までご覧ください。ではですね、道案内してあげる相手なんですけれども、たまにですね、こう地図なんかを広げてずっとキョロキョロしている外国人の方を見かけたことってありませんか？そうなんですね、意外と海外の方々も私たち日本人と同じでシャイなので、案外こう日本人に聞こうと しないんですよね。ですからこちらがですね、誰か道を聞いてこないかなってこう待っていても、いつまでも英会話のチャンスは訪れないですよね。そうならばってことで、こちらから積極的に声をかけてあげましょう。例えばこんな感じで、 Hey, are you looking for something?Hey, are you looking for something? 何かを探してますか?っていう意味ですね。 Look for で何々を探すという表現になりますね。大体はそこで I wanna go to どこどことかですね、どこどこに行きたいって感じですね。 Do you know how to get to どこどこっていうように、私たちが知っている観光地であったりとか建物なんかをこう行ってきてくれますね。たまにはですね、何それみたいな、こちらも知らないような名前が出てきたりもします。そんな時も、まあ、慌てずに I can look it up for you、 I can look it up for you、 あなたの代わりにこう調べてあげますよっていう意味ですね。 Look 何々 up で何々を調べるっていう表現です。海外から日本に来ている人は Wi-Fi がつながらなかったりするので、スマホで調べてあげたりするととっても喜ぶと思いますよ。もし Google で調べるなら Look up の代わりに I can Google it for you、 I can Google it for you っていうこともできるんですね。あなたの代わりに Google で調べてあげますよっていう感じでしょうかね。もはや Google だけで Google で調べるっていう意味になってる、そんな感じなんですね。面白いですよね。相手が行きたい場所が分かったら、まずどうやって行くかを教えてあげましょう。ここが一番大変と思われがちですが、基本直進と右折左折を繰り返せばどこでもたどり着けますよね。なので全く難しく考える必要はありません。直進そして右折左折、どこに目的地が見えてくるかなどのようにですね、実はこの3つだけで簡単に道案内ってできるんですね。ではまずポイント1、直進してもらいたいときは Go down this street、 Go down this streetまたは Go straight on this street、 Go straight on this street、 どちらもこの道をまっすぐ行ってください、そんな意味ですね。 This street を That street などに変えることで別の道を直進するっていうふうにも言うことができます。直進という単純な表現だけではなく、あのレストランを越えたところでみたいな言い方もできますよ。その場合はですね、 Go past the restaurantGo past the restaurant となりますね。まっすぐ行くだけでつければいいですが、まあそう簡単ではないですよね。そこでポイント2、右折や左折が必要な時、例えばですね、 Turn right at the first traffic light、 Turn right at the first traffic light、 一つ目の信号を右に曲がってくださいという意味ですね。 Turn left といえば左折になります。At どこどこで曲がってほしい地点を表せるので、2つ目、3つ目の信号なら At the second traffic light、 もしくは At the third traffic light と言えるんですね。で、信号ではなく、例えばですね、ただの曲がり角なら At the traffic light の代わりに At the corner を使えば通じますよ。
さて、直進とか右折左折を繰り返して目的地の近くまで行けそうなら、最後のポイント3ですね、どの辺にあるかを教えてあげましょう。例えばですね、 It will be on your right. It will be on your right. それはあなたの右側に出てきますよっていう感じでしょうかね。で、もちろん左側だったら on your left、 目の前なら in front of youっていうのを使います。目的地自体がちょっと分かりづらい場所で、でも他に目印となるようなものがあるときはそれを使ってしまいましょうね。例えば目的地がこの有名なケンペネ銀行の隣なら It's next to Campania Bank. It's next to the Campania Bank. それはケンペネ銀行の隣にありますっていう意味ですね。で、ケンペネ銀行の後ろにあるなら next to の代わりに behind、 通りを挟んで向かい側なら across from、 具体的に言えないけれどすぐ近くなら near を使うと伝わります。どのぐらいの距離か教えてあげるとより具体的ですが、アメリカではメートル法ではなくってヤード法なので、彼らに何メートルと言ってもよくわからないですよね。なので距離ではなくどのぐらいの時間がかかるかで教えてあげると、バンコク共通で理解してもらえると思います。例えば徒歩5分くらいなら It takes about 5 minutes on foot。It takes about 5 minutes on foot. It takes 〇〇 minutes で何分かかるという意味になりますよ。 About はおよそ、 On foot は徒歩でっていう意味ですね。さあ、3つのポイントを押さえたところで、自分で道案内ができるかっていうのをチャレンジしてみましょう。まずはこの地図を見てください。左下の丸が皆さんで、上を向いているとしましょう。さあ、ここで右上のケンペネ博物館に行きたい外国人の方が困っているので、道案内してあげましょう。この後徒歩10分の赤ルートと徒歩12分の青ルートの回答例を教えます。自分でチャレンジしたい方はこの動画を一旦ポーズしていただいてですね、少し考えてみてください。できましたか？最初はじゃあ赤ルートですね。まず、直進してもらいたいので、ポイント1ですね。Go down this street. カフェのところで右折。ですからポイント2。Turn right at the cafe. 2番目の信号まで直進して左折なので、ポイント1と2で Go straight on the street and turn left at the second traffic light.そして直進すると右手に博物館が見えてくるはずなので、ポイント1と3で Go down the street and it will be on your right。 そう、少し詳しく教えてあげるなら、ケンペネ博物館は公園の隣にあるので It's next to the park で、合計でかかる時間は It takes about 10 minutes on foot ですよね。そう、つなげると Go down the street, turn right at the cafeGo straight on the street and turn left at the second traffic light. Go down the street and it will be on your right. It's next to the park. It takes about 10 minutes on foot. いかがでしたか？では次はですね、青ルートで行ってみましょうか。まずは直進してもらいたいので、ポイント1。Go down the street. そして二つ目の角で曲がってもらいたいので、ポイント2ですね。Turn right at the second corner. あとは直進すれば、病院を越えたあたりで目の前に博物館が見えてくるはずなので、ポイント1と3で、Go straight on the street. Go past the bank. Then it will be in front of you.となりますね。合計時間は It takes about 12 minutes on foot ですよね。つなげると Go down the street, turn right at the second corner. Go straight on the street. Go past the bank. Then it will be in front of you. It takes about 12 minutes on foot.どうでしょうか？他にもいろいろな言い方がありますし、別のルートもありますので、ぜひ皆さんなりにこの道案内にチャレンジしてコメント欄に書いてみてください。楽しみにしています。
いかがでしたか？たった3ポイント。直進、右折、左折、そしてどこに目的地が見えてくるかだけで、どんな道案内も簡単にできるようになりましたね。今後もし街中で道に迷っていそうな外国人の方がいらしたら、ぜひですね、積極的に声をかけて英会話を楽しんでみてください。今日の動画が少しでも役に立ったなと思ったら、高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。またコメント、動画の感想などもぜひ送ってください。それではまた動画でお会いしましょう。 See you soon!